にちは、ひなちゃんです。さっきなんかひなちゃんがピーピー泣いてたからちょっと来てみたんですけど、別に普通ですね。あ、ももちゃんもいた。ももひな、何ピーピー言ってたの？お、あ、わかった。いろいろ気になってるんだね。今日ね、こちらの天気が雨で、すごいね、お外からね、いろんな音が聞こえるんですよ。それプラスの新しい荷物がちょっと届いて、でこれまだ動画で撮影するんで開けてないんでね、多分ひなちゃんすごくこれが気になってるみたいです。ひなちゃん、今日いろいろ気になっちゃうね。見てるの？やっぱりね、いろいろ気になっちゃうみたい。何そのお顔、どうした？見てごらん。うん、見に行ってごらん。何かな。結果ロディお兄ちゃんも来ました。そしてティノちゃんは僕撫でてってすごい、ロディお兄ちゃんに舐めてもらって嬉しそうって言おうと思ったけど、なんか若干耳がイカ耳になってるイカ耳になってるよ。嬉しくないのかな。あ、嬉しいね。あ、嬉しいんだって。耳収納してただけみたい。嬉しそう。ティノはね、こうやって今甘えん坊モードでお尻ポンポン叩いています。あ、こちらでは終わったみたいで、ひなちゃんがおねだりしてる。あ、なんかちょっと待って、ひなちゃんの頭玉ねぎちゃんみたいになってる。あ、ご存知の方いるかな。ひなちゃんのね、赤ちゃんの頃玉ねぎ頭になってたんだけど、なんか若干玉ねぎになってる。かわいい、めっちゃかわいい。あ、やばい、ひなちゃんが興奮してきた。ロディちゃん行っちゃった。ひなちゃん、ひなちゃんのところ行かない？ひなちゃん見てる。わあ、もうひなちゃんティノがね、ちょっと大変なの。ティノお兄ちゃんがね、めちゃめちゃちょっと今ね、大好きよって言いに来てるの。ごめんね、ちょっと待ってね。舌が出てきた、ティノ。すごいでしょ。これがね、ティノちゃんの愛情表現なんですよ。もう今私廊下で寝転んでるんですけど、どん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 迫ってくるから。あ、ティノどうですか。ティノの迫りぐる具合を体験してる感じになってますかね。ちょっとめちゃ近い。ダメだ、やばいやばい。ティノちゃん落ち着いて。ありがとうこうやってね、みんなに好き好きするんでね、強烈でしょ。私に対してもこんな感じなんです。はい、ティノちゃん、いいかいいか。あ、ロディもいる。ロディ、何してんの？あ、ちょっと待って、なんか今草みたいな顔してない？やめてよロディ、ちょっと。うん、ティノちゃん、どうする？なんか草みたいな顔されたんだけど。ねえ、皆さんどうしよう。ひなちゃんが冷ややかな目で見てる。ひなちゃん、ひなちゃんってね、結構ね、あんな風に冷静に見てくるから。ひなちゃん、ひなちゃんも来る？こっち。ダメだ、ティノ。ティノ、ありがとう。好き好き、ありがとう、ティノちゃん。いい性格してるよね。めちゃめちゃいい性格ですよね。次はひなちゃんに好きよ好きよって言いに行ってあげてる。よかったね、ひなちゃん、嬉しいね。お顔べったり舐められて、これ人間だったらすごいですよね。ね、嬉しいね。いいな。よかったね。ありがとうって言ってるの。相思相愛、いい感じでペロペロ終了しました。じゃあひなちゃん、ママもひなちゃんムギムギしたい。いい？ひなちゃん。ちゃん、こっち向いて。ひなー、むぎゅ。ご視聴ありがとうございました。